ライヒエンバッハの戦いは、7年戦争中の1762年8月16日、プロイセン王国とハプスブルク帝国の間で正規した戦闘である。プロイセン軍は、プルケルスドルフの戦いの後、ダウン指揮下のオーストリア軍がオイレン高地に撤退すると、シュバイトニッツの要塞を包囲した。8月初め、フリードリヒ大王のもとへ、ダウンが、 両末の主要な集積地をブラウナウからハーベルシュベアトへ移した旨、報告が入る。大王はオーストリア軍がシュバイトニッツ要塞の海外恋を目指しているものと見た。この推定は、ベック大将率いるオーストリア軍が上シレジアを発し、ダウン式下の主力軍に合流したことで裏付けられた。それを受けて、フリードリヒ大王は、ブラウンシュバイクボルフェンビュッテルベーベルン公、 アウグスト・ビル・ヘルムの部隊を呼び寄せる。8月13日、プロイセン軍は、ライヒエンバッハ南西のパイラウで合流を果たした。フリードリ・ヒ大王は、バータからツイルバーベルクの間に集結する、オーストリア軍からの攻撃を退りぞけるべく、準備を開始し、軍団を2分した。ベーベルン港に従う14個大隊及び砲兵が、左翼をフィッシャーベルクに置きつつ、 パイラウの中心から下流にかけて闘進する一方、メレンドルーフ少将は10個大隊及び砲兵を率いて、右翼を丘陵地帯に置きつつ、ベータースバルダウに展開した。大王は後者の部隊と行動を共にする。これらの2つの部隊の配置は、1本の折れ線を描いていた。そして、その角は、ライヒエンバッハにあった。またこの中間地点を補強し、 相互の連絡を確保するために、ベルナー中将指揮下の30個騎兵中隊が、全勝部隊をヘアラインベルク、フートベルク、そして、ライヒエンバッハ東方のヘアレンフォアベルクに置きつつ、ペータースバルダウの南方に配置された。追転対象指揮下の騎兵43個中隊は、後方のバイスカースドルフで、丘陵地帯の出口を固めた。フリードリ・ヒ大王は、命令を発し、 先に攻撃を受けた部隊は、他の部隊の来援を得るまで防御に徹するようにさせた。オーストリア軍は8月15日、ズイルバーベルクの周辺に戦力を結集し、8月16日の午前2時に3個の戦列に分かれ、パイラウに展開するプロイセン軍左翼を攻撃するべく、前進を開始する。ラシー大将が率いる右側の戦列は、シューンバルデからハーベンドルフへ進み、 オドネル対将指揮下の中央の戦列はランゲンビーラウへ、そしてラウドン対将指揮下の左の戦列はノイビーラウへ向かった。ブレンターの中将を率いる前衛部隊は激しい戦闘を経てプロイセン軍をランゲンビーラウから駆逐し、同地を占領した。正午頃、オーストリア軍はハーベンドルフとヘア・ラインベルクを結ぶ戦場を移動し、テントを設営し始める。同軍による さらなる攻撃は翌日以降にずれ込むものと思われた。しかし午後3時ごろ、オーストリア軍はテントを畳むと、再び移動を開始する。前衛部隊と中央の戦列は、パイランの中央及び下流を通過したが、フィッシャーベルクから、プロイセン軍の砲兵と不評に迎撃を受け、足止めされた。そして、両軍の砲兵による砲火の応酬が始まる。同時に、 ラシー大将指揮下のオーストリア軍右翼が、丘陵地帯に隠れつつ、パイラー上流から前進した。また、ベック大将率いる強力な部隊が、察知されることなく、プロイセン軍を迂回し、フィッシャーベルクを側面及び後輩から襲撃する。ベーベルン港は、ベーター・アスバルダウから来園する大王を待っていたので、その場を防衛していた。そしてベック指揮下のオーストリア軍を、 ひとまずショーバーグルントの湿地帯で足止めすることができた。ハーベンスドルフの高地から戦いの推移を見ていたダウン元水は午後5時半にラシー大将へフィッシャーベルクに対する攻撃の中止と撤退を命じた。ライヒエンマッハに向かう強力なプロイセン軍部隊の存在を報告されたからである。このようにしてベーベルンコートその部隊は完全に迂回されずに済んだ。 午後6時には、ベルナー中将が、ライヒエンバッハを右側に臨みつつ、有力な騎兵部隊及び、騎馬砲兵のすべてを持って前進し、状況に介入した。また、メレンドルフ少々式下の旧古大隊も、それに続く。攻撃の目標となったのは、パイラウの中央及び下流から襲来する、オーストリア軍である。これら騎兵部隊の行動は、砲兵の援護を受けていた。 オーストリア側による自軍左翼への増援はもはや間に合わなかった。オーストリア騎兵はプロイセン騎兵によって一気に制圧されパイレ側に追い落とされたのでブレンターの中将は指揮下の左翼部隊の撤収を強いられた。その後ダウン元水はラシー大将とブレンターの中将に戦闘の中断とハーベンドルフの陣への帰還を命じる。 ベック大将も再び退かねばならなかった。ベルナー中将の迅速な前進がプロイセン軍に勝利をもたらしたのである。フリードリ・ヒ大王は種目標をシュバイトニッツの制圧に置いていたのでオーストリア軍の追撃を断念した。そのためメレンドルフ少将の戦列はベーベルン港の部隊と合流する。8月17日には 石膏がズイルバーベルクを目指すダウン元水の撤退を報告した。結局、シュバイトニッツ要塞は5週間後に陥落した。プロイセン軍では138名が戦死し、234名が負傷し614名が行方不明となった一方、オーストリア軍では約800名が死傷し、340名が捕虜となった。ありがとうございます。